株式会社 HMC 東京は東京都及び千葉県で観光バス事業などを営む日の丸自動車工業グループの企業である。本社は東京都江戸川区北勝西に存在する。都自動車からの事業継承時には路線バスを2系統を継承したが、そのいずれも2016年3月31日をもって営業を廃止し、全路線を小港鉄道に譲渡した。 モバラ線モバラ駅宮殿一の大滝駅長南線モバラ駅宮殿長南都自動車からの継承者であるいすず自動車製と日野自動車製の車両を使用していた前身会社二社からの継承車両と日野丸自動車工業からの転属で国産にメーカーを保有する9大東観光バスのスーパーハイデッカー車はゴールデンラインハイデッカー車はゴールデンエイト9 都自動車の貸し切りは、ミューズなどと称していたが、買収後は、日の丸自動車工業と共通の相性に改められ、塗装も変更されている。HMC 街頭時代に購入した、メルセデス・ベンツ・トゥーロは2012年に売却され、日の丸自動車工業から転入した、サンディエゴも現在は引退している。特定車は IHI 契約輸送用に、三菱不送、ローザを保有する。 2008年から2009年まで、KDX とヨスグランスクエア送迎用に、日の丸自動車工業から、東京弁シャトル用のデザインライン製ンステップバスが一台、貸し出されていた。ありがとうございます。